男性は45歳から、女性は50歳ぐらいから明らかに差が出てきます。こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレでは中からキレイになる情報を配信してまいります。今日のお題は若さに差が出る理由というテーマでお伝えしたいと思います。年を重ねてもいつまでも若々しく、むしろ若返っているのではないかと思える人と、あれっていう人といると思うんですね。差が出始めるのが男性が45歳ぐらいから、女性が50歳ぐらいからと言われているらしいんです。男女ともに年齢を重ねても若々しくいる人の特徴を踏まえて、その理由について考えてみました。今日はそのポイント7つあります。見た目がいつまでも若々しい人の特徴、1つ目、パッション、2つ目、姿勢、3つ目、自分を知っている、4つ目、ピュアである、5つ目、動く、6つ目、周囲を気にしすぎない、7つ目、しがみつかないけど諦めない。以上7点についてお伝えしたいと思います。1つ目、パッション。これは何事においても情熱があったり好奇心があったり、年齢を重ねていっても常にやりたいことにチャレンジしている人というのは、やはり内面から輝くような気がしているんですね。これ男性も女性も同じなんですけれども、パッションがある方っていうのがキラキラ輝いていつまでも若々しいかなと思います。2つ目、姿勢。純粋にこの外見の姿勢ですね。姿勢がいい方が多いんですね。年を重ねても若々しくいらっしゃる方っていうのは、男女ともに姿勢が良いということが言えるかと思います。外面的に気をつける部分でもあるんですけれども、これ内面も表しているんですよね。どちらが先かっていうところあると思うんですけれども、内面的に消極的だったり下向きになっちゃってる人っていうのは、姿勢もこういう風になりがちですし、一番で申し上げたようなパッションがある人っていうのはいつでも前向きなので、姿勢も自然と良くなってくるっていうのもあります。でもたとえ下向きな気分になっている人もですね、姿勢を良くすることで外面から内面を上げていくっていうことが可能だと思うんです。常に姿勢だけでも良くしていくと、それだけでぐっと若々しく見えると思いますので、これはおすすめです。よくこう天井から吊られているようにとか言うと思うんですけれども、首を長く見せる、私前日本舞踊を習ってたんですけど、それすごくよく言われたんですね。首を長く見せるためには、ただ単にこうやって反ればいいってもんではなくって、こう上から吊られているような感覚で、上から吊られてると肩も上がっていっちゃう人もいると思うんです。肩もストンと落として、でその姿勢を常にキープするっていうか、こういう感じで、で首が自然に上に乗っているっていう感じで、常にこう前向きがちな人はちょっと上向きぐらいな意識でもいいのかなと思います。姿勢も習慣なので、常にガランってしてしまってると、これが習慣になってしまいますので、背骨を立てて上から吊られているような感じですると、その方が疲れにくくもなるのでおすすめです。3つ目、自分を知っている。ある程度年齢を重ねてくると、自分のことっていうのが若い頃よりも分かってくるようになると思うんですよ。いろんな経験を積めば積むほど自分が分かってくるっていうところもあると思いますので、苦労している人の方がよりそういう味が出てくるのかなとは思いますけれども、別にそんなに苦労していなくても、年齢を重ねればみんな自分っていうものを知っていくようになると思うんですね。外見的にはお洋服でしたり、こういうものが自分には合うんだとか、自分の長所とか短所とかも把握できるようになると思うんですね。だから自分のいいところをより出していこうとか、で悪いところは悪いところで自覚した上で、あまり出さないようにしようとかですね、自分を知るということが輝く人の大事なポイントになってくるのではないかなと思います。4つ目、ピュアさ。年齢を重ねても輝いている人っていうのは、ピュアな人がすごく多いなって思うんですよね。感情表現を素直にできるというところがあるかなと思います。小さなことにも感動できたりとか、感謝できたりとか、自然とか、あと芸術とか、そういうものに触れた時にちゃんとこう感動できる心を持っているような気がするんですね。そういう人っていうのは中から若々しくなれるのではないかなと思います。自分がずっとしたり、ちょっと文句ばっかり言っちゃうようなタイプだなっていう自覚がある人は、本当にちっちゃいことでもいいので、あ、こんなに自分って
恵まれてるよなとか、日常のことでこんなにいろいろ持ってるよなっていう、その持ってるものを数えるっていうところもそういうのに役に立つのかなと思います。5つ目、動く。運動という意味と行動すると両方あると思うんですけれども、適度に体を動かすっていうのはすごく重要で、体を動かすことが精神的に前向きになれるということは証明されてますので、やはり体を適度に動かすっていうのは大事なことなんですね。でやりすぎなくていいんです。本当に適度でいいので、体を動かしてみる。朝一で何かしらストレッチ、歩くかっていうのをしてみるだけでですね、その日一日の感じ方が変わると思いますので、これぜひやってみていただければと思います。行動という意味でも同じなんですけれども、動くということですね。考えてるだけではなくて、こう行動に移せる人っていうのは思考も前向きになりますし、若々しくいられるポイントなのではないかなと思います。6つ目、周りを気にしすぎない。大人ですし、ある程度は気にした方がいいと思うんですよ。気にしすぎてしまうあまり何も動けなくなってしまうと、それ本末転倒なので、気配りをしすぎちゃってたり、周りを気にしすぎないということですね。周りに迷惑をかけてはもちろんいけないんですけれども、迷惑ってそんなにかからないんですよ。自分の範囲内で動くっていうことに関しては、あまり気にしすぎないで動いてみるっていうのいいかなと思います。若々しくいつまでも美しい人っていうのは動いてるなっていう印象があるので、お伝えをさせていただきます。周りを気にしすぎずに好きなように動くということはですね、結果自分を大切にすることにもなるんですね。自分を大切にすることが周りを大切にすることになりますので、まずはそこを気にしていただく方がいいのかなと思います。気配りしすぎちゃってたら、その気配りをしすぎてしまってでガチガチになってる自分をちょっとほどいて、そこに酔わないっていうのも大事かなと思います。しがみつかないけど諦めない。若くいよういようと思ってしがみついてはいけないんですよ。そうすると焦りとか不安みたいなもの、これ以上年取っちゃったらどうしようみたいな、年はみんな取るんですよ。それは全然自然なことなので、そこに逆らう必要はないんですけれども、抗う気持ちが強いあまり焦りっていうのが出てしまうとですね、内面にも外面にも出てしまうんですよ。なので大人としてそれは一番良くないことなので、しがみつかないんですけれども、諦めてもいけないんです。ここ微妙なバランスなんですけれども、諦めた瞬間にもうぐわっと私のような妙齢になってくると、もうドドドドドって階段を落ちるようにこう下がっていく気がするので、まあ、今までの6つのことも気をつけつつ、諦めないだけどしがみつかないっていう微妙なラインを保っていただければなと思います。諦めないとしがみつかない、どっちかって言ったらしがみつかない方に重きを置いた方がいいと思うんですね。しがみつくことによる焦りとか、いろんなことを外からやりすぎてしまうことっていうのが、年を重ねれば重ねるほどみっともない感じで出てきてしまうような気がするので、ある程度はドンと構えてですね、だけど明るく諦めないっていうのがいいのかなと思います。今日のまとめです。若さに如実に差が出る理由について今日7つお伝えいたしました。1つ目、パッションがあるかないか。2つ目、姿勢がいいかどうか。3つ目、自分を知っているかどうか。4つ目、ピュアさ。5つ目、動く、運動と行動。6つ目、周りを気にしすぎない。7つ目、しがみつかないけど諦めない。以上7点お伝えいたしました。皆様いかがでしたでしょうか。私の周りの愉快な友達の多くも年齢とともにどうやって若さを保っていくかっていうところ、みんな興味のあるところだと思うんです。でこれ男女ともになんですよ。あの男性の方が早く差が出てきがちと言われているんですね。男性45歳、女性50歳、まあ、女性の方が美容とかに男性より比較的気をつける率が高いので50歳というふうになっていると思うんですけれども、男性の場合全く気をつけない人と気をつける人の差が激しいので、45っていうちょっと若めの年齢になっているかと思うんですね。30代後半、40代になったら、そして50代60代の方はなおさらという感じで、その差がどん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 激しくなっていってしまうので、7つのポイントを気をつけていただくことで全然変わってきます。でこういうことって習慣なんですよ。すべて日々の積み重ねなんですね。今日1日やって良くなるっていうことではないので、この7つ、この動画を何回も見返していただいてですね、7つ
日々気をつけていただいて、みんなで仲切れになっていければなと思います。今日は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の YouTube でお会いいたしましょう。